皆さんおはようございます。ラティと申します。今回はですね、登録者1000万人記念としてね、私がね常日頃こすりまくっているホムラのブレイズ&フミコンについてね、初心者向けに解説しようかなと思います。まあ、これをね覚えれば、VIP はおろか魔境さんまではね、もう快速急行並みのねスピードで、ね、爆走できるんで、ぜひ習得していただきたいと。まあ、それじゃあ早速見ていきましょう。でまずステップ1なんですが、密着状態から横 B を放ち相手を踏みましょう。まあ、密着状態で横 B 放つと敵がねこんな感じで少し浮いてくれるんで、まあ、踏みやすくなると思う。で踏み方なんですが、敵に重なるのを目指してジャンプを連打してください。敵にね重なった時にジャンプをしてれば踏むことができるんで、まあ、連打が一番いいですね。目押しで踏むのは慣れてからでいいんで、今は連打して踏みましょう。でこれをですね、だいたい8割ぐらい成功するまで繰り返してください。このね踏むタイミングをつかむっていうのが次のステップでめちゃくちゃ重要になってくるんで、ここはね必ず習得してください。でステップ2はですね、早く着地するために斜め下回避を入れるんですが、これねキーコン次第でね簡単にできるんで、まあ私のキーコン先に紹介しておきます。私踏みコンするときね X と Y を主に使うんですが、これだとね親指だけでね全て終えることができるんですよ。つかみはね空中で出すと回避になるんで、まあ、それでね回避を出してるって感じです。まあ、キーコンに関しては私がこれってだけで全然これじゃなくてもいいんですけど、まあ、これは楽ちんですね、かなり。それで斜め下回避は踏めたと思った瞬間に回避を、斜め下回避を入れてください、押してください。意外と感覚でいけますね。まあコマンドを文字で表すとこんな感じです。密着横び、敵めがけてジャンプ連打、踏み、すぐに斜め下回避。まあ本当にこれだけなんでね、まあ、あとはもう黙って練習です。これに尽きる。でこれ慣れると本当に簡単に出せるんで、ぜひ習得することをおすすめします。逆にねホムラを相手にする方、必ず受け身を練習しましょう。じゃないとボコボコにされます。まあね、逆に言えば対策してない人には一方的に刺さるんで、習得してね荒らしてください。もう荒らせな、 VIP を荒らせ。これでよろしく。じゃあ黙って練習しろ。じゃあな。